高畑か。高畑淳子の息子。高畑淳子って誰？あ、この人が、ユータって人が捕まって、で、この人が出演してたやつ、24時間テレビのやつ、撮り直しってこと？なんで捕まったの？なんか書いてあるね。なんかさっきからさ、コメントあってさ、なんかこの名前チラチラ最近ってか、なんかネットとか見たから、誰なんだろうって。これ有名人なんだ。なんか一般の人かと思ったわ。芸能人なんだ、これ。なんで捕まったの、この人。20も年上を交換。マジで？ 何？ 47 歳の人をマジで言ってんすか？ よりによって40代って。なんかまだ若い人だったらわかるけど、よりによって47歳。でも一応この人だって芸能人なわけでしょ。なんでそんなことになってしまったんだ。いやー、みんなほんとね、チケットあるから使っちゃうか、26日までってあるし、はあ、延長しちゃいましょうか。いやー、どうすか皆さん。んなクソ放送。熟女好きなんだ。俺、熟女とか全然いいと思わないけどね。俺、年上か年下って言ったら、どっちかって言ったら年下の方がいいな。まあ、この年になると余計そういう感じはする。なんかどっかの企業にオファーしてみようかな。一応個人じゃなくて法人としてね、オファーしてみようかな。どうせ法人化するわけですし。
どっかの企業にオファーしてみるか。オファーするのも個人じゃなくて法人でオファーすればちょっと受け取り方変わってくるじゃん。相手の。こういう会社を経営してるものなんですけどみたいな。タレント事務所みたいな。で、ニコ生でこういうね、企業チャンネルを持ってて、この宣伝効果みたいな。放送が盛り上がる。これでね、生放送で見てるくれる人がいてみたいな。そういうの説明して、ぜひね、そちらの会社の、あれですよ。そちらの会社って何て言うんでしたっけ？御社じゃない。弊社、御社か。御社のね、あれですよ。宣伝になりますよ、的な。番組作りませんか、的な。ちょっとどっかの企業とかオファーしてみようかな。こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、どっかにさ、オファーしてみようかな。多分首を縦に振ってくれるの、頑張ってよっさんの会社ぐらいだろうな。まあでもね、わかんないですよ。結局ね、僕がどんどんこう配信業でね、リスナー集めていけば、多分、いろいろ、こう、まあ有名どころは微妙ですけど、ちょっとぐらいな会社だったら、もしかしたら、こう、なんかやってくれるかも。まあ、有名なところでももしかしたら高須院長ギャグ通りそうだから無理か。それは無理か。マスオとコラボっす。マスオとコラボっすか。マスオ。マスリース。なんかゲームとかを手掛けてる会社とかどう？ゲーセンとかの会社。ゲーセンじゃない、ゲーセンにあるゲームを作ってる会社とか。どういうところがあるだろう？まあ、いろんなとこが作ってるけど。まあ、例えばカプコンとかセガとか、まあ、いろんなとこあると思うんですけど。意外とそういうとこだったらいけるか。いや、いけないか。台東バンナム。なんかそういうゲームをね、新しく出たゲームを僕は実況してこう、それでこう、ちょっとこうね、やるわけですよ。そういうさ、営業ってどうやってやるの？基本的に徹底的に電話かけるもんなのかな？なんかそういうさ、営業するのって、徹底的に電話にね、そういうの電話すればいいのかな？それとも企画書とか持ってって、わざわざ行くのかな？会社とかに。